はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスターと第2週バーバラ編の第3回目ですね。現在進行度は 10、20、30、40、50、60% ちょっと 65% くらいになります。で、まずはですね、四天王イベントですねのお使いイベントが終わった後のイベントをちょっと見ていきたいと思います。で、ジェルトンにいるんで都前火山へ向かいましょう。また来てるか。まあ、ゆっくりしていく。少年の祖父スクモンスターが減っている。これが我が配下の者たちには都合が悪い。祖父スクモンスターの数を回復させてくれ。難しい仕事ね。オーダーテリア何でもやってると思いやがって。モンスターを増やせということなんですけれども、まあ、増やすっていうよりは他のモンスターを飼って相対的に植物系が増えていくという感じになります。あと、トマエ火山来たのは妖精の森イベントをちょっと進めたくて、宝珠を5つ集めないといけないんですけども、それがまあトマエ火山にあるんで回収しましょう。地下4階のここにあります。火の精霊樹で、精霊樹って妖精の森イベントを進めないとそもそも出てこないんだよね。なんとかしろとか言われても偉そうに。で、どれだ、進んでんの。妖精の森、これか。世界中落ち着きなく移動するという不可思議な森に迷い込んだ。5つの台座に5つの精で結界が解けるということで、5つ集めていきます。よし、植物系が1位になったのでフレームタイラントのところへ行きましょう。結構時間かかったな。てか、このイベントを戦闘をこなさないといけないから、もう完全に後の方にやった方がいいんだよね。進行度がどんどん上がっていっちゃうんで、もう基本的にやったらもう進行度は上げていっていいんで、自分のこの週では。よくやってくれた。礼を言うぞ。お前の苦労に報いてやるか。それを危険の時に使ってみる。お前を助けに行くかもしれん。かもしれんって何？来てくんないかもしれない。君主の方の。というわけで、他の四天王のイベントもやっていきましょう。で、水流の神殿に水の精霊樹がありますと。で、ここは水流の神殿って2回目に訪れるとなんか水流の間閉じてるんだよね。弾集めてなんかしっかり行かないといけないっていうのがめんどくさい。あとジャンプが必要。では、水流の弾をはめていくんだけど、どこが何色だ。ここ青か。下の色的に。ここ黄色で、ここが緑で、赤。さあ、これで扉が開いたので水流に会いましょう。また来たよ。せっかくだ、一つ仕事をしてもらおう。マラルコの魚介類が急に減ってしまった。原因がわからん。調べて何とかしろ。魚介類っていうのがいいね。わかったわ、何とかしてみるわ。頼むぞ。お、6位だ、水星系。というわけで、水星系が1位になったんで水流のとこに行きましょう。なんか割と楽だった。これで私も腹をすかせないです。いや、原因お前じゃねえかよ。お前が食ってるから魚介類が減ったんだよ。調べろじゃねえよ、まったく。それを引きの時に使ってみる。気が向いたら
こいつも気まぐれなんだな。水流拳。でタイニーフェザーは獣ですね。めっちゃ苦労したんだけど、すんげー戦闘した。進行度とかもう 100% に達しましたね。で戦闘を行わないといけない系のイベントはやっぱりもう最後の方に回すのがいいんで、まあ普通に進めるんだったらね。お前の苦労に報いてやろう。これを持っていけ。うおー、びっくりした。ひどい。お前を助けに行こう。翼の槍。いや、そろそろウコムの矛も回収しに行こう。で、グレートピットの昆虫増殖ついでに宝箱めっちゃあるけど、この最奥のところで土の精霊塾ありますので、これを回収しておきましょう。で、アディリスは昆虫系ですね。これめちゃくちゃ簡単だった。なんか割とすぐ1位になった。これみんなあれだな、自分の食欲を満たすためにやってるな。これなんだ。大陸蛇の杖かな。じゃあ、あと迷いの森で木の精霊樹で、精霊樹を全部見つけて妖精の森のこいつに話をかけると、オイラをよく見つけたね。君、これが欲しいんだろ。じゃーん。はい、ご褒美。それじゃあね。最後の精霊樹を手に入れることができます。これで精霊樹が全部揃ったんで、同じく妖精の森の中にある台座にセットしていきましょう。どれをセットしてんだかよく、勝手にセットしてくれるからいいんだけど。これで、今バーバラの BP の方だっけな、 LP が12、 BP が39のプラゴなんですけど、このイベントを終えると、勇者に我が祝福を、妖精王の冠をゲットして、ジュエルもゲットして、妖精たちを頼むぞ。これ理由が分かんない。なんで頼まれたんだろう。あ、そう、 LP 最大 LP が14に上がって、プラ2ですね。であと BP の回復力も上がるっていう結構美味しいイベントになってます。ではユフリート戦やっていきましょう。でバーバラ剣戦ってなんか前もやった気がする。剣戦って食らうっけ。ちょ、やろう。でディアナはないな。ディアナも剣戦しかないな。でサイコブラストで、モニカはザップ覚えたからザップでいこう。でガラハドはもう甚大だな。剣戦どうなの。お、大丈夫か。お、食らないかない。よし、これでみんな遠距離攻撃があるな。おお、さすがに甚大強い。ザップも強いよな。ここ耐えられるか。まあ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 耐えられる。二人回復に回そう。てか癒しの水が5か。水のあれがないからね。まあ上から順番に回復させてこう。とはいえモニカが減ってんな。ザップはかなりダメージ減になるからな。剣戦
でね、ガラハドがね、もうめちゃくちゃ回復量が少ないんだよね、BP の。これ耐えられる？あ、死んだわ。死んだけど、蘇れ。で、ティアーナが1ずつ減っていくのか、このペースだと。で、ガラハドを回復させとこう。ザップがもう打てない。無理か、回復量5か。少ないな。みんな回復量が少ないな。3しか回復しないからね、ガラハド。ガラハドまあ、ただ初期値が高いから、もう本当に単に決戦用だよね。273。これはそこそこ耐えられる。これでだいぶ持ち直したか。まあ、火の鳥はまだまだもう少しターンがかかるから、まあ、その間に体勢を整えつつ、ミディアも回復させとこう。でザップが打てるようになって、でガラハドがもう無理でしょ。陣雷打つのにもう1ターン必要だな、ガードしたとしても。ここで勉強どこまで行く。20か。あ、倒した。もうイフリートも雑魚だな。さあ、そしてイフリートイベントを終えたら、あ、お宝の地図ゲットした。全く差が尽きないけど。君には世話になったな。でルビーゲットして、あ、金ここ1万円もらえたんだっけ。もう金めちゃくちゃ10万円以上貯まってるからね、ラファエル。さあ、そしてお意見したと。いよいよお前がこの城を継ぐ時が来た。お前はこれから竜の庭へ行き、竜騎士と会い、城の後継者である証を示し、竜騎士から奥義を学んでこなければならない。私にできるのでしょうか。バカ者、できるできないではない、やらねばならんのだ。はい。竜の庭だとか竜騎士だとかの話は初めて耳にしました。これはこの城を継ぐ者にだけ伝えられてきた秘伝、テオドールでも知らぬことだ。てなわけで、一回ガラハドには外れてもらってます。まあ、一番仲間にしやすいかね。ミルザの神殿に行けばいるから。お久しぶりです。コンスタンツの件ではお世話になりました。あれ、誰に話すんだ。ちょっと待って、荒ぶってる。早すぎて。ちょうど良いところへ来てくれた。ラファエルの手助けをしてやってくれないか。手助けはありなんだ、もちろん。ありがとうございます。まあ、ラファエルをパーティーに入れなきゃいけないんで、4人にしなきゃいけないっていう感じですね。で、竜の谷、伝説の竜騎士。ラファエルが竜の庭に行くので手助けしてほしい。てラファエル今どういう状況だ。あ、まあヒットポイントは普通に強えな。ディフェンダーとか武器がうんこすぎる。でこいつ何、しかも見習い騎士じゃねえか。永遠に見習い騎士だな。ちょっとジュエル今どんくらいあるんだっけ。700か。ここで取れるやつ取ってあげよう、かわいそうだから。客か。城塞騎士、鍛冶屋、剣士、見習い騎士って何。縦長剣、大型剣、剣士は長剣、細剣、両手体剣、変わんねえな。これでも攻撃力アップでしょ。見習い騎士って何。え、なんか効果なくない。どうしよう。まあでもせっかく縦長剣、大型剣か。まあ、じゃあこっちでいいや。3まで分けてあげるか。318もかかるのかよ。やめよう。ラファエルごときに318も使ってらんねえわ。で、あるやつ。いや、なんもねえ。なんか買えっかな。ここは確か魔法屋さんだから。こっち。いらっしゃいませ。武器が見たい。タウンソードくらい。スキヤモーナ。まあ、金あるからいいっちゃいいんだけどな。あれ、両手体験ってあるんだっけ。あ、両手体験、ちょっと待って、なんかわかんない。
見習い騎士が両手体験を使えるわけがないよな。大型犬か、両手体験だったらモーグレイ持ってるからモーグレイあげてもよかったんだけど。あー、じゃあ楽しそうだな。防具どうする？いらっしゃいませ。まあいいや、買ってやろう。ここにあるやつ全部買おう。あ、待って、あっちも確かなかなかいいのが売ってた気がするんだけど、全然売ってねえや。俺の妄想だった。いらっしゃいませ。じゃあここにあるやつだけ買ってあげましょう。バードメット、チェインメール、バンブレイス。タワシ買う？タワシ買ってあげるか。でディフェンダーはもうさすがにいらんだろう。あ、大型剣これ持ってるわ、なんか知んないけど。羅刹の合計を君にあげよう。攻撃力が29、あ、26と29、この2つを使ってくれ。で大盾からたわしにして、頭がバードネット、チェインメール、バンブレイス、足はない、首、ムクロのペンダント、指輪結構余ってるんだよな。余ってるとはいえプロテクトリングあげるか。じゃあよし、強くなったラファエル。見習い騎士から脱却するんだ。竜の谷へ行き。この竜の谷を抜けたところに竜の庭があります。さあ行きましょう。宝箱が見える。こやつが竜騎士か。我は騎士ラファエル、ミルサの盟友にして騎士団の創設者オイゲンの後を継ぐ者である。竜であり騎士である者よ。オイゲンに伝えし奥義を我に与えよ。騎士の技を与えしオイゲンの真偽に応えよ。人形竜神を完成させろ。ちょっと待って、これさ逃げられる、逃げられんな。竜神今の陣形だと完成できなくね。ちょっと一回逃げよう。え、どうなるこれ。もう一回挑戦できる。煙玉、さよなら。退却した。私が未熟なのですか。そうだ、未熟だよお前なんて。でフォーメーションで前中後でしょ。え、ラファエル中にしよう。で、どうやるんだ。ラファエルカットイン使いつつ弓、よし、これでいこう。いざチャレンジできるな。また言うのかよ。何事もなかったように再戦してるな。でここはもうコード順指定してバーバラで、まあ、カットインあたりをして、でラファエルも早草切りとかでいいや。早草切りやったら、あ、でも関係あるないか、順番指定してるから。でモニカで何やこれ、繋がりやすいやつとかあんのかな、狙いとかにしとこう。であとはもうなんか何でもいいっしょ。カットインのウェポンプレス、ダメージとかどうなの、なんか覚えないかな。明治スタッフ順手打ちにもやっとくか。あ、でも発動した。いや4連携じゃねえかよ。聖獣人いらんもんが発動したな。じゃあ攻撃しといた方がいいんだ。死ぬのちなみに 172% すげえな。必要ないだろうが。じゃあカット、ちょっと待って待って待って、もう一回カットインで、ラファエルがハヤブサ、モニカが狙い撃ちで、もうこの2人は普通の攻撃にしよう。よし、あともこれひたすら繰り返すだけだ。きたー竜神、結構時間かかったな。
1ジュエル竜神を手に入れた。320円。伝説の竜騎士、こいつ話せないの。でまた4人で来ると仲間にできるんでね。これラファエルって入れてなきゃいけないのかな。関係ない気がするんだよな。ちょっと一回ラファエル発動。イベントがめっちゃ早く進んでる。ミニオンの竜騎士が戦っている。渡してもらうぞ。サルウィン様自ら破壊してくださるであろう。でラファエル外して4人で来てます。これで竜騎士を加えてそうはいかないよ。こいつと戦うはず。もうミニオンはさすがにね楽勝なんで、乱れ好きと狂心剣だったらどっちがいいんだろう。短期決戦で乱れ好きでいこう。でディアナ初期 BP がまだ少ないんだよね。だから変幻自体が初っ端打てないから命を削りながら電光石火でサイコブラストでザップラな。やっぱり安定のこいつ何ソードグレンの太刀冷凍剣ライデン両電撃何も変ねえじゃん。てかなんかめちゃくちゃいっぱいんだけど変えられる。ジェミニスターすごい。何が変わってる。あドラゴンウィング、あ上に来るだけじゃん。何のモードがいいんだろう。ちょっとこれから行こう。でかいな竜騎士。1700か異常なんだけど。これいくつ行く。680。怖い。やはり3回攻撃か。まあこのまま詰めていこう。冷凍剣魔法はショックウェブだけ。 LP 消耗するし。その前には終わりそうな気がする。おーしぶといね。後半戦だからそれなりか。最強強さが分かんない。でこれで武人の鎧ミルザの遺品でジュエルもゲット。さあこれで武人の鎧がどうなフィールドアーマーから、ライフ攻撃に対して力とめちゃくちゃ上がるんじゃねえかよ。腕力10体力10上がるんだ。ちょっと防御力自体は下がるけど軽いね。ちょっとじゃあせっかくだから武人の鎧装備しよう。よし。で竜騎士のステータスだけ見てみます。うおー何も装備できん決まってるんだ。アーマー竜輪の鎧装備して超欲しいんだけど。竜輪の鎧とかまあ3030かすげえ強えってわけではないよね。だってフィールドアーマー36だからね。でもその代わり炎と霊気と雷プラス40とか異常なんだけど。クラスは竜人、大型剣両手刀非幻木でも1だからねレベルが。LP5 しかないの竜騎士って。BP もなんか少ないな。回復量が少ないね。あの初期値18で多いんだけど回復が少ないっていうパターンか。なるほど分かりました。竜騎士はさよならします。いいお仲間ですね。初せねえじゃねえかよ竜騎士とか。マジかよ。殺さなきゃダメ。なんかさよなら竜騎士。いいお仲間ですね。いや全然いい仲間じゃねえよ。マジかよ。ガラハドにウコムの方も持たせてるかんな。ちょっと回収だけする。じゃあ LP5 とはいえなんか殺すのもめんどくさくなってきたかんな。
じゃあスキル的にバーバラがダイアリ使えるからちょっともう一回ガラハドからウコムの方向回収して、で竜騎士は無理なきゃいけないからミディアムだったら多分機体スタミルにいるよね。ちょクイックセーブだけしとこう。なかで一回ミディアム外してごめんね、また迎えに来るから私が。でそのままミルザ神殿行って、あれいいね時間かけないといないのかな。じゃあこれで機体スタビルも行って、ちょっとすぐにはいないな仲間、何かをしないといけない。じゃあシェリルイベントを回収しておきますか。この週ではこれが最後になるはず。シェリルさん、またあなたなの。あなたを見ると悲しいことを思い出すわ。ローザリアの勇敢な騎士のこと、無実の罪を着せられてスカーブさんの洞窟で自ら命を絶ったの。あんまり詳細は話してくんないな。で、あとガラハドとミディアムは回収してきました。まあこれが最終メンバーでいきたいと思います。あ、竜騎士普通に死んだLP5 しかなかったから、シルバーの洞窟行ったんですよ。でシルバーの洞窟結構罠があって LP 減りまくって、そのまま竜騎士はお亡くなりになりました。じゃあちょっとジュエルビーストに挑んでみましょうか。いや多分無理だと思うんだけど、普通に強いから。でレフトハンドソードは手に入れました。最終試練は終わらせてあります。で変幻自在、藤娘のやっぱザップだよね、強いので。ウコムの矛、ちょっとなガラハドがもうこれだっていうのをまだ覚えてないからね。で聖杯使ってこう、奇跡の水全力でいく、ダッシュ惜しみなく、モーターガン OK。 ディスティニーストーン有効だな。ポイントがどれくらいあるかだよね。おお、やっぱり強え。3回もやってくるのかよ。回復が間に合わなそうだな。生命の雨を覚えさせるべきだったか。ただまあカエルだかなんだか分かんないけど防御力は全然高くないね。いや4回、バーバラが2回ウォーターガン防いでくれたからよかったものの、これさ聖杯すごくない？マジで毎回取ろ聖杯で。変幻自体やっぱ強いでしょ。でモニカのザップも強い。ガラハド回復がない、ちょっと覚えさせてくればよかった。今のところ減ってんのがバーバラとで、ザップは打っておきたいでしょ。しまったな。ガラハドちゃんこっちの癒しの水も使うじゃん。こっちの癒しの水ってどれだけ回復するの、ちょっと見てみよう。聖杯経由の癒しの水、え、最後に700当たるんですけど毎回減るな、黄色なのに。ザップショットジュエルブラスター、いやでもヤバそうじゃね。あ、1人、あ、全員オーバーキルは任務が残って何オーバーキルとか言って強すぎる。俺は考えた、呼び出せばいいんだ四天王を。水の流れ5も使うのかよ。ちょっと全員1人1本ずつ持たせてきたからいけるだけやってみよう。火の揺らめきで、どれだこれか、土のぬくもり、風のささやき、天皇の力を思い出せしよう。お、あれ？ちょっと待って待って、どういうこと、どういうことこれ。なんで俺いるの？俺っていうかバーバラ。バーバラはいるの？あ、いるな。あ、これ全員普通に戦うんだ。なんか召喚魔法みたいにさ変わると思ってて、
めっちゃ全員来たんだけど。上書きされるとかないよねこれ。何してくれんのこいつら。身代わりになってほしいんだけど。火の揺らめき、総力戦だ。すげえ、なんかめっちゃごっちゃごっちゃしてるな。あ、水流タイニーフェザーフレームタイナーダーディリスになってる。 999LP は1か。999ってさっきさ1000とか食らってなかった。とりあえず回復しとこう。自分を、自分の身は自分で守る。これさ命に関わりますってひどくない？タイダルビートかな。じゃあタイニーフェザーもう命に関わる。天変地異も命に関わるじゃねえかよ。え、何がいいの？絶叫。ここら辺ってなんかあれやな、レバーペッカー。タイニーフェザー弱そう。じゃあこれアディリス、トリニティブレス。敵全体か。じゃあこれだな。いけ、ジュエルブラスター。耐えられんのかよこれ。してんの？死んでるやんけ属性的な問題かな。こいつは残ったな、水流はただ切り替わったけど LP これ無理だよ、こいつ勝てねえわ。ボロボロだもんもう。なるほどね、こういう感じになるんだ。え、ジュエルミスが強すぎる。ダメージが通るのがまだ少ない。シーター水流叩きつけられて死んだわ。いった、叩きつけも強い。しかしあのジュエルブラスターを乗り切ったからな。ということはここはちょっとガチでいって、だってディアナこれで水の流れ使って LP1 になるからね。死ぬよ。拠点モニカがめちゃくちゃ減ってんのか、叩きつけられたからか。ディアナを回復させるか。あ、究極の傷口使おう。一応装備させてきた。で聖杯使おう。奇跡の水。ジュエルブラスターさえ来なければ大丈夫かな。これ状態異常になるっぽい技だけど大丈夫だったのか。え、大丈夫大丈夫大丈夫。ちょっと待って、ハゲ。うわー、なんかビリビリしてる。あ、ガラハドビリビリしてんな。ちょ、レフティフォークは打っておきたいでしょ。でディアナがあれ、癒しの水しかない。回復ができん。じゃあ振りかけて浄化するか。で癒しの水で回復もしておかないとな。押しつぶし。あ、全体だ。あれ、なんかダメージが通らなくなってる。しかしこのままガンガン攻める。ディアナ回復だな。だってガラハドが回復できないから。このハゲちゃんは天狗走り行くしかない。お、通った通った。ジュエルブラスターが来たらもう即終了。あ、やばい、叩きつけ。いいってダメだ。最大ヒットポイント以上の攻撃力がある。ロッククラッシュ。オッケーオッケーオッケー。なんか電化してきたよ。なんかもうダメな気がする。強い。198ガチオーバーキルだからな。ちょっと八つ先にするか。
あ、来た、ジュエルブラスター終わった。何これ、待って。強すぎる、ショーパンキルとかいうのが。踊れた。あ、ちょっと、この州では無理ですかね。では、ジュエルビーストは、ちょっと他の人にお任せして、ラストダンジョンですね。で、ミニオンがいたところ、2周目以降になると、不思議な力を感じるところに行くことができます。で、ここに台座があって、持ってるやつじゃないとダメかな。風の力、破壊神に捧げようということで、ディスティニーストーンを捧げることができます。で、これ捧げるごとにサルイン強くなって、全部捧げるとめちゃくちゃ強くなるっていう。まあ、最終的にはね、やはりこの新サルイーンを倒していきたいと思うんですけど、まあ2周目なんで、まだまだ先になります。サルイーン戦、まあ、サクッと行きましょう。で、まあ、初手は全力で。でも、逃げるわけにはいかないわ。変幻自在。で、ザップの、天狗の、ここで、奇跡の水を初手から打ちます。いいダメージだ。苦戦か。全滅にめちゃくちゃダメージが入るんだよな。こうすると。ほう。それなりに力はあるな。口先だけではないというわけだ。母、アルベル。2ターン目くらいでなんか型をつけたいんだよな。もうここは生命なめもガンガン打ってこう。強い。早い。これサルウィンの第二形態になった時に後ろに柱があって、この柱の本数が多いほどなんかダメージが低下するみたいなんですよね。でダメージを与えていくと柱の本数が減ってって、で何ターン目かには残ってる柱の数によって剣の雨が来るっていうような仕組みらしいです。でダメージ持ち越しなんでちょっと生命なんか使っていく。最初ダメージ取らなくて、そこで柱がね崩れてくみたいなんですよ。わかんねえ。これからが本番だ。でレフティーフォーク、モニカがちょっとやられてんのか。で今回はガラハドにもちゃんと覚えさせてきたから、ガラハドで回復させるか。変幻自在はダメージソースだからね。浄化の水 LP 消耗するのかよ。まあいいや、ガラハドね何気に LP いっぱいあるから。でミニアムがどうしよう、やることがない。ミーラエクスーパー使っちゃうか、自分に。ウォーテクスってなんだっけ、恐怖が回避されたっけ。よし、 LP の回復量があれだね、多分ランダムだね。最初使った時3回復してたけど今回2しか回復しない。あ、ミーラ薬だからか。ミーラエクスーパーだとそうか、もっと回復するのか。LP は10か。さあどうする。 BP はまあ溜まってるからな。覚醒印でも使ってみようか。戦闘力を高める。心の闇ダメージはないけど、いやまだ減ってるっちゃ減ってるな。ヒットポイント、レフティソードまだ使えねえわ。変幻自在ザップでミラクスーパーをもう使っちゃう。ミリアムで攻めラメをここで使う。剣の雨300くらいか。え、ミスって何、どういうこと、なんてミスるの。ボーテックスだから、それだとちょっとヤバくない、状況がわからん。乱れ突き使っていこう。え、で、どうしたらいい。高級傷利水でミディアム回復させて、ちょっと待って、あとミーライフ持ってるの誰だ。ミディアム使って乱れ突き、高級をミディアムに使うでしょ。てかミーライフでヒットポイント回復するか。ちょっと待ってね、ヒットポイントも回復する。どんくらい回復するんだ。ザップはやっぱり火力だからな。戦士の100使おう。誰に、バーバラに。これは完全に命に関わるから
防御だな。ザップが800、まあ、900、ゲッ。ちょっと待って、マジでどうなってる？全然回復が入らないんだけど。このままゴリ押すしかないか。じゃあ命に関わるけど使うか。やばいやばいやばい、これはもう使うしかないし、使うしかないっていうか、PM死んでるし。お前を選んだエロールを恨むのだな。結構壊滅状態だな。まだ入る。どうだ、命乞いをすれば助けてやらんでもないぞ。遠慮しとくわ。とどめない。ピーケでやっていこう。痛い、殴られた。あ、二人やられたわ。あ、これ倒した。というわけで、バーバラ編終わりです。そこのあなた、あなたよ。あなたは男の人？女の人？若い子？それともお年を召した方かしら。あなたがどんな人でもいいの。私と最後まで遊んでくれてありがとう。他の人たちも個性的で魅力的な人ばかりよ。遊んであげて。というわけで、次回3週目やっていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価していただければ幸いです。